ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG G63 2018年式走行距離6000キロこちらの車両になります、はい、で今紹介しますって言ったんですけども、今回は紹介しません、まあ、ということで、そうですね、もう数々この手の車はいろいろな試乗レビューだったりだとか、はい、まあ、車両紹介あると思いますので、今回はあえて、まあ、もちろんこちらの個体の紹介も少し入るんですけれども、はい、このゲレンデの今どうなのか、はい、買うべき仕様どうなのかっていうのを、まあ、今日の時点ですけれども、まあ、いろいろ今後も変わっていく可能性あるんで、まあ、その辺をちょっとお話できたらいいのかなと、はい、まあ、どれを買うべきなのか、年式どれ買えばいいのか、カラーはどれが人気なのか、オプションどれが選べばいいのか、まあ、あくまで、まあ、一販売店の、まあ、池田君という販売員の意見も含めてですけれども、はい、その点にフォーカスしてご紹介させていただけたらなと思います、はい、でまず、まあ、ゲレンデ結構購入検討されている方も多いと思うんですけれども、2018年から、はい、まあ、G63 の場合そうですね、あるんですよね。でこれ年式的にはどの辺なんですかね、買うべき、うん、まあ、市場で多い車とか、結構まあ幅広くてやっぱ適正価格であれば、あとは仕様もいろいろあるので、それによってはどの年式取っていただいても全然いいとは思うんですけども、今東京店の方で、まあ、ちょっと注目しているのはこの2018年、それから2019年2020年ぐらい、まあ、最初の方のモデルですよね。このあたりは価格がだいぶ今落ち着いてきてもいますし、多分購入検討される方も結構購入しやすいところになってきてると思うので、ちょっと今注目している年式ではあります。一時価格すっごい上がりましたからね、はい、多分ご存知の方多いと思うんですけども、はい、で今割とこう落ち着いてきてると、落ち着いてというか、まあ、本当にこれもまあ包み隠さずお話すると、去年のやっぱもう秋冬ぐらいでだいぶちょっと相場が落ち込んできたのがあってびっくりした方も多いと思うんですけど、そこで、まあ少しこう今年入ってからは落ち着いてきてるかなっていう、ただまだ正直読めないところも多いので、まだまだ動く可能性はあるかなっていう感じです。で現時点で新車は一応注文ができないみたいですね、はい、っていうことなんで、まあ、おそらく購入検討されている方の多くが、うん、まあ、市場で流通しているものを選んでいただくっていう形になると思うんですけども、はい、あとちょっと年式の話の途中なんですけど、400も結構検討に入っている方も多いんじゃないかなと、はい、うん、そうですね、で相場感としては大体こう G63 よりかも200万円ぐらいこうちょっとそうですね、はい、安い感じになるかな。ただ結構こう価格がかぶるとこなんか、いや価格によっては本当にあれ G63 買えちゃうじゃんなんていう答えも多い、うん、はい、でざっくりなお話をさせていただくと、G63 で今その限定とかあと新興、まあ、あとはそういったちょっと特殊な車に関しては大体3500万円ぐらいからっていう感じなんですかね、うん、当年モデル特にそうですね、今年の当年モデルとかはまだまだそういう価格帯がありますね。で大体ざっくりなんですけど、今日の時点で大体 G63 ってなってくると、まあ、走行距離結構多いものだと2000万円を切っている個体があったりだとか、中にはあります、はい、でまあ、割と高めな、まあ、状態がいい車だったりすると、まあ、3000万円ぐらいだったり、うん、で400だと大体1700万円ぐらいから、まあ、高いものだと2800万円ぐらいからっていうことなんで、割と本当にこう幅が広いし、かぶってる価格帯も多いかなと。で年式的には2018年からってことなんですけど、はい、ちょっとこういろいろ仕様変更があったりして、はい、こう3つぐらいに分かれる感じなんですかね、うん、そうですね、はい、でいわゆるこう初期の2018年ぐらいから、はい、まあ、2020年ぐらいが、まあ、いわゆる初期型のものになってくると。で2020年にマヌファクトゥアが追加されているということで、はい、でそこでいろいろ仕様も変わっている、はい、なんかマフラーが変わったりだとか、ね、あとなんかいろいろ選べるようになったりだとか、はい、そしてごくごく最近2020年半ばぐらいからですかね、 OPF がついてなんかステアリングの仕様も違ったりとかして、はい、でそこでも結構違ってくると、はい、なんで、まあ、そこで大きくこう価格的にも、まあ、仕様的にも変わるってことなんですけど、池田君のおすすめとしてはこの初期の2018年式からの、うん、比較的この辺りで、まあ、今東京店にも実は後ろにもちょっとちらっとストロングがあったりするんですけども、まあ、2018年から20年ぐらいまでのこの初期の中でも距離が薄いもの、まあ、1万キロ切るぐらいの個体とか、この辺りは比較的選びやすいのかなっていう感じがします。まあ、当然年式的にもこう立ってるんで、まあ、価格的にも落ち着いてますし、はい、まあ、あとはそのいいと思うのはゲレンデってこう年式があってもあんまり大きく変わってないんですよね、うん、車自体はそうですね、はい、まあ、エンジンも変わってないし内装に関しても大きく変更してないということで、まあ、その辺選びやすさもあるのかなと、はいはい、そしてあとおそらく購入検討されている方大きいポイントとしては走行距離、
これもやっぱり2018年から販売している車なんで、結構幅ありますね。ありますね。先ほどもちょっと触れましたけども、はい、結構走ってる車だと5万キロとか6万キロとか、うん、まあ、年間1万キロ計算でも大体そのぐらい普通だと思ってくるんですけど、はい、まあ、そういった車も多いんで、この辺はどこら辺を狙うべきなのか、まあ、池田君の個人的な意見でも全然構わないんで、まあ、個人的にはやっぱりまあもう年数経ってくると距離走っちゃうのしょうがないっていう部分もあると思うんですけども、正直言うと距離走ってる個体もある程度そのボトムラインがもうあって、意外と距離走ってない個体との価格差、その走行距離に対しての価格差を考えた時そんな開いてない印象があるので、であれば距離少ないものをやっぱ買っていただいた方がいいのかなっていう印象はありますね。具体的にどの辺か言っちゃいましょう具体的に、はい、そうですね。でもまあ走ってると本当に5万キロ6万キロっていう個体があると思うんですけども、まあ、プラス例えば本当300、400万ぐらいでもう本当に1万キロ切る個体って同じような内容でも全然出てくるので、僕はそういう方がまあ後々のことを考えたらいいのかなとは思う。まあ1万キロ1万5千キロぐらいまでが割と狙い目かなと、うん、そうですね。まあ例えば、まあ、新車保証って切れちゃうもう年数になっちゃうんですけども、例えばその消耗品車検だったりとか、今後のそのランニングコストを考えた時にやっぱり距離薄い個体の方が、まあ、距離走ってる個体よりもまあゆくゆくはいいんじゃないかなっていう感じはしてます。で今回ご紹介させていただくのが2018年式の、はい、まあ、およそ6000キロということで、うん、まあ、年式にしてはかなり走行距離少ない方なんで、はい、コンディション結構差あるかなと思うんですよね。いや、そうです。そうですね。外装とか内装のコンディションも差出ますね。結構高速移動なんか多い個体もあると思いますので、うん、はい、まあ、やっぱり飛び石だったりだとか、うん、特に前回りを中心にやっぱりその辺の走行距離って出やすいんで、はい、まあ、距離薄はやっぱり、まあ、機関的にも外観のコンディション的にも、うん、あと内装も結構出ると思うんですよね。いや、死んでますね。レザーなので特に。そうですよね、はい、で特に G63 だと内装レザーの内装標準なんで、割とその辺のへたりなんかも出てくるんで、はい、まあ、居留数を狙うのが割とマストかなと、はい、そしてあとは今回ボディカラーいいじゃないですか。ああ、そうです。今回の個体珍しいと思います。これちょっと僕ブログでも数日前に書いたんですけども、パッと見セレナイトグレーかなって思う方多いと思うんですよ ね。よく見るとちょっと違う、はい、ただこれ実は違くて、これがデジーノカラーのグラファイトのお色になります。結構メタリック強めの、なんか高級感すごいですね。そうですね。多分ちょっとちゃんと並べないとあれですけども、おそらくちょっと暗め、セレナイトグレーよりも暗めで深みのある多分お色になってて、私の記憶が正しければこのメタリックのフレークが結構いろんな色が入ってるんですよ。確かによく見ると本当にちょっと青っぽく光るフレークあったり、赤っぽく光るフレークあったり、そうそうそう、割と複雑な色に見える感じ、はい、このあたりがなんでデジーノカラーの特徴なのかなっていう感じはしますね。で人気の色とかありますか？今回はこういうちょっと特殊な色ですけど、もう人気で言うとやっぱもうダイヤモンドホワイトとか、あとまあ令和3年4年ぐらいに設定があるオパリスホワイト、ダイヤモンドホワイトよりもさらに白いホワイト、このあたりも人気のお色ではありますよね。あとはまあ黒とか、あとマット系。マット系多分おそらく皆さん気にされてる方多いと思うんですけど、はい、個人的な意見もう主観でいいです。どうですかズバリ。これ実は私ももう何台も販売させていただいてるんですけども、マットカラーはやっぱ人気ですし、もうパッと見かっこいいのはもう分かると思うんですけども、維持が結構大変です。正直なところ、シミになりやすかったりとか、あと傷が入ってしまった時に部分的にその塗装するってなかなか難しくて、ね、そうなんですよ。するので塗装範囲も広がってしまったりとか、やっぱそのあたりが通常のこういうグロスのボディカラーとはちょっと違うところで、なのでまあ屋根付きの車庫、室内とか屋根付きの車庫を持っている方がまあ基本的にはお選びいただくのは必須になってくるかなっていう感じはします。で、まあ、もちろんフィルムを貼って事前に防ぐっていうこともできますけれども、うん、はい、もちろんフィルム施工代かかりますし、うん、まあ、あとはフィルムの分ツヤがワントーン落ちちゃうんで、はい、まあ、その辺なんかをどうするかっていうことなんですけど、うん、まあ、評価的にはどうですか？マットは評価的にはすごく僕はかなりプラスに捉えてます。ただコンディション次第、コンディション次第ですね。やっぱ未だに正直ゲレンデのお問い合わせも、まあ、うちも今ちょうど入ってきましたけど、ストロンガザンタイムとかやっぱマグノ系のマットからいくつかありますけども、そこはもう本当に人気。あとはまあ、2020年ぐらいから出てくるオリーブ、マヌファクチャーエディションのオリーブのマットも人気ですよね、はい、なので結構ポジティブには捉えてます私も。なるほど。そしてもう一つ重要なところで言えばゲレンデオプションだと思うんですけども、はい、これオプションというのは結構中古車市場にも反映されるところですよね。そうですね、はい、で人気のオプションいろいろあるんですよね。でこの車、はい、
入ってますけども、まずナイトパッケージ。ナイトパッケージ、ね、ここは結構でかいかなと。大きいです。あのヘッドライトレンズもそうですし、ウィンカーレンズ、あとバンパートリムと、あとこの下もなんですよね。あ、下もなんでしたっけ、はい、これもグロスブラックになるのがナイトパッケージですね。でもちろん後から交換することもできるんですよ。はい、できます。ただ結構な費用がかかるということでそうですね、現時点だとざっくり3桁万円以上は余裕でかかっちゃうということで、はいはい、で結構表情違いますよね。いや変わると思います、はい、ヘッドライトがシルバーか黒か、うん、まあはい、もちろんここもここも違うんですけれども、まあ、その辺が違ってくるんで、ここも中古車選び非常に重要なところじゃないかなと。はい、まあ、ナイトパッケージついてる個体って実は結構少ないので、まあ、この個体に関しては特にデジのカラーでかつナイトパッケージついてるっていう形なので、結構まあレアな仕様だったりするので、こういうのはまあやっぱり人気ですよね。まあ、大きくフロントの部分としてはその辺が違ってくるかなと、はい、そして早速横に行ってもいいでしょうか。はい、お願いします。横も結構これオプション重要なところだと思うんですけど、はい、やっぱりこの定番のタイヤホイール、はい、結構いろんなタイヤホイール中古車市場出てますね。はい、出てます。あの標準の20インチから、はい、オプションの21インチから、うん、そして本国とか海外オプションである22インチから、はい、ここも結構違いが出てくるかなと、はい、で今回の車は21インチの22です、ね、あ、失礼しました、ね、はい、22インチのこれもただナイトパッケージに含まれている形なので、ナイトパッケージを選択した車両はこのホイールがオプションのホイールですよね。はい、はい、でナイトパッケージついてなくてもこれだけついてる個体なんかもう結構流通してますよね。そうですね、ホイール後から購入している方も多いと思います。ここはズバリどうですか、池田君的には。いや、やっぱり全然違いますよね。あの正直もうあの21インチ、マヌファクトゥアプログラムプラスでも選べる21インチもかっこいいんですけども、やっぱこのデザインの22インチが一番人気なのかなとは思います。なるほど。なんでこの辺なんかも結構気にされると、はい、まあ、中古車市場それが高いのか安いのか、はい、お得なのかお得じゃないのかって結構変わってくるかな、はい、限定車だとキャリパーが違ったりしますけど、はい、まあ、基本的には赤ということで、はい、まあ、この辺なんかは後から、まあ、やろうと思えばできなくはないですけど、できなくはない、結構費用もかかるので、はい、まあ、塗り方によって結構そのクオリティが変わってくると思うんで、まあ、その辺なんかも気にされるといいのかなと、はいはい、あとはちょっと今回オプションの話に絡めて、はい、おすすめのアフターパーツなんかの話も絡めてみたいんですけど、はい、割とローダウンとかっていうのは東京店の場合、うん、特にカスタマイズ前提だとマストかなと、はい、でローダウンも結構いろいろバネ種類あるんですよね、はい、ありますね、まあ、海外製のスプリングだったり日本製のスプリングだったり、うん、まあ、あとはどうしても G63 だとローダウン差素を入れると割と乗り心地に影響が出ると、結構まあそうですね、その辺はご意見としてやっぱ頂戴する部分はありますよね。でそれを両立したい場合はこれお金もらってるみたいですけどあのカーベイのサスペンション、はい、車高調、まあ、定価200万円ぐらいするらしいんですけど、うん、そういったものをつけると、まあ、乗り心地とローダウンなんかが両立できたりするんで、うん、もうこの辺アフターパーツいっぱいありますからね。そうですね、アフターパーツは種類多いですよね。本当外装内装小物も含めかなり多くて、まあ弊社でもオリジナルパーツあったりとかするぐらいなので、そこはいろいろご要望に応じてできるのかなと思います。まあ、あとはもちろんタイホイールなんかもアフターパーツいろいろありますから、ね、はい、そしてこの辺が後から買うとかなりするということで、うん、まあそうですね、100万円後半ぐらい、はい、もう200万円届こうかっていうぐらい22インチするということで、結構あの、まあ、ごめんなさい、これコピー品も結構出回ってたりするので、見たいですね、要注意っていう感じですね。なんかハブがガタガタで、そうです、そうです、はい、なんかこうホイールがブレちゃうものなんかも結構ある。で、はい、結構インターネットのその e ショップとか、うん、あとはオークションなんかだとかなり偽物も流通してるってことなんで、はい、まあ、その辺も気をつけていただいた方が、ね、なんか AMG って入っててもなんか偽物があるとかっていうふうに聞いたんですけど、あ、そうです、そうです、本当ね、パッと見よく見ないとわからないんですけど、本当このホイールのハブのところのセンターキャップとかちょっとその辺の作り込みが甘いなっていうのがあるみたいです。なんでその辺も注意していただいた方がいいかな、はい、で割とこの22時100万円後半になってくると社外ホイールも見えてくるなということで、うんうん、社外ホイールもいっぱいありますからね。そうですね、だと思い切って僕個人的にですけど、あの社外ホイール入れていただくっていうのは結構いいんじゃないかな、うん、特にチューナーものをしっかりしたものとかは、はい、後であの処分したりとかっていうのもできるじゃないですか、うん、で例えばディーラー入庫の際に戻したりとかっていうのもできるんで、はい、まあ、その辺を検討されてもいいのかなと。そうですね、はい、そしてあとおすすめパーツでいくと、うん、電動のサイドステップがあったりだとか、はいはい、その辺はマストですよね。結構まあゲレンデはやっぱりファミリーでこう家族で使われる方も多いので、あの女性の方、お子さんの方にはちょっとやっぱ高さ高いと思うので、電動ステップなんかはやっぱりよくご依頼いただくところになりますね。そしてその流れでいくとこちらです、はい、マフラーがこれ年式で大きく違うということで、はい、そうです、
これ2020年のそのマヌファクトゥアが追加されたぐらいから、うん、そのあたりでマイナーチェンジ入ってるので、それまでのモデルっていうのは片側1本出しずつのマフラーですね。で2本出しずつになってるのがそれ以降の仕様、はい、ということで、はい、まあ、これが割と大きく見た目も違いますからね、うん、見た目変わりますよね。でこれ後から変更することもできなくはない、はい、ただ結構な費用がかかる、うん、ね、本国の4本出しですね、そうですよね、はい、ということで、まあ、この辺が大きく違うのかなと。で、まあ、ブラバスなんかの社外のマフラーなんかもあるかなと、はい、であともう一つこれ見た目もそうなんですけれども、なんと2022年その最新の車からステアリングにあの切り替えのボタンがついてくるんですかね、はい、からなんと OPF って言って排気ガスをきれいにする装置がもう一個追加されてるで音が全然違うんですよね、うん、そうですね。割とこう現行ど現行の車って排気音が静かになっちゃってるということで、うん、まあ、その辺でも個人的には迫力サウンドがある、そうですね、初期型中期型おすすめかなと、うん、こんな違いもあると、はい、そしてあと後ろに回ってきてナイトパッケージがあるとそのテールランプも強くなってたりだとか、はい、あとは個体によってここもなんかオプションだったんですか。そうですね、オプションで、スペアタイヤリングこの周りの部分ですね、これがボディ同色が選べたりするので、そこもやっぱ好みに応じて、まあ、結構同色の方もいらっしゃるので、そういうのも好みに応じてやっていただければいいのかなと思います。まあ、塗るっていうのもできなくはないですけど、ね、もちろんです、もちろんです、まあ、そういったことも違いとしてあると、はい、こんな感じになっております。続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前に最近あのソフトクローズ大好評ですそうですね、はい、残念ながらこちらの個体ついてないですけれども、はい、後付けもできるということで、はい、結構ゲレンデこうハンドワンになっちゃうっていうのが多いということで、あと思うんですけど個体によって締まりが全然違うんですよ、うん、ああそういうのあるかもしれないですね。締まりやすい個体とハンドワンになりやすい個体がこれ結構締まりやすいですね、うん、はい、ということでそんな違いもあると。でソフトクローズ もちろん後付けできますんでお声掛けください。そして内装今回かっこいいじゃないですか。いいですよね。で意外になんですけども G63、はい、まあ、最上級グレードとはいえ内装の違いがいろいろあると、はい、でまずこのナッパレザーのシート、はい、これがオプション、オプションです。この年代だと AMG エクスクルーシブパッケージですね、はい、まあ、要はこのダイヤモンドステッチになってるかどうかということですよね。そうです、そうです。で当社でご入庫いただいたり取り扱いさせていただくのは結構な装着率ですけども、意外に、はい、そうです。東京店も仕入れの際に G63 は AMG エクスクルーシブパッケージがついてないとちょっと店頭置くのはなって考えちゃうぐらいなので、まあ本当にマストと言っていいぐらいのオプションアイテムになります。そして今回色いいですね、はい、これがエスプレスブラウン、そうです、そうです。ということで落ち着いた感じもありつつ、はい、ちょっと華やかさもありつつ、はい、まあ、真っ黒よりかも全然こう車内が映える感じということで、はい、で人気としてはどうですか。赤とか白とかこのブラウンとかあるじゃないですか、真っ黒黒とか、まあ、黒が一番まあやっぱ無難というか多いは多いですよね。で特にこの年代はマヌファクチャープログラムプラスが追加前ってこう選べる幅が少なかったので、やっぱ設定があるいろんな赤から選んでいくとなるとやっぱまあ黒か赤が一番多かったのかなと思います。はい、で組み合わせによってはなんか白もすごい人気だとかっていう、そうですね、はい、チャイナブルーに白内装なんていうと、あそうです400とかだと、はい、そうですね、そのあたりが結構人気ですね。なんで内装なんかも結構その人気が違ったりだとか、はい、まあ、見た目も当然違ってくるんで、うん、しっかり選んでいただいた方がいいかなと。で結構シートとかだけに目が行きがちですけども、装備だったりだとかあとその他のところも結構な違いがあるということで、はい、例えばシートベルトのカラーなんかもいろいろ選べたりだとか、はい、で今回のは黒ですね、ブラックです。あ黒ですね、はい、これもなんかいろいろ赤とかも選べるということで、はい、結構中古車市場でもいろんなものが流通していると。あとダッシュボードなんかもナッパレザーのダッシュだったりその辺なんかもオプション、はい、この認識だと、はい、ということでその辺なんかの違いも大きいと。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、もう乗ってどうこうとかっていうのはいいですよね、はい、はい、改めましてこんな感じで、で2022年かの夏からここにダイラがついてるということで、はい、それになると OPF がついてる、はい、だ結構マフラー音が変わってくるんで、まあ、その辺なんか気にしていただけるといいのかなと。そして内装に関してはパッケージがあるということで、はい、大きく分けると AMG のレザーエクスクルーシブパッケージとあとマヌファクトゥア、はい、マヌファクトゥアのプログラムプラスですね、はい、でその辺がさっき説明した豪華オプションがいろいろパッケージセットになったやつですということですよね。そうです。で内装の見た目が全然違ってくるということで、はい、これ内装結構違いありますよね。ありますね。
こんな感じになっていると。でもう一ついいなと思うのはゲレンデ、こう年式結構幅広いですけど、はい、中があんまり変わってない、うん、そうですね、はい、というか全く変わってないって言っていいですよね。変わってないと思います、はい、はい。なんで、まあ、もちろんそのナビゲーションの動向とかっていうのはありますけど、大きくデザインだったりだとか使い勝手仕様なんかがおそらく変わってないんで、はい、まあ、その辺なんかも選びやすいところなのかなと。であと他の車と違ってなんかこの年式だとこれがないんですよとか、うん、半導体の関係でこれがなかった個体があるんですよとかっていうのもないですよね。そうですね、ないですね、はい。なんでその辺なんかも選びやすいかなと。途中のあのマヌファクチャープログラムプラスになってからは、はい、あれなんですよ、シートもこのカラーバリエーションがすごい増えたんですよね。あ、なるほど。今ここエスプレッソブラウンとブラック、これもともともう決まったカラーなんですけども、はい、マヌファクチャープログラムプラスになるとこの黒の部分のこのアーチだけ色が違う、あ、結構カラーバリエーション増えたんで、はいはいはい、いろんな個体があります。マヌファクトゥアっていうのが、まあ、直訳するとその製造とか製作っていう、はい、だオーダーメイド的な意味合いになってくるということ で、はい、まあ、内装のバリエーションなんかもたくさんこう中古車市場あるんで、はい、まあ、その辺なんかも気にされるといいんじゃないかなと。新車時は受注生産オプションになるんですよね、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランク動向もこんなにちょっと飛ばしちゃいます、はい、ここ結構重要だなと。そうですね、はい、そうですよね。ここダイヤモンドステッチになるとだいぶトランクの豪華さが出るかなと、はい。そしてトランク、まあ、今回何もついてないですけども、はい、まあ、ゴルフされる方とか、うん、あとトランク多用される方は割とここいろんな仕様にされている方が多いかな。多いですね。で、先代と違って現行ここいろいろ出てますね。あ、そうですか。出てるんですよ。ここの要は仕切りだったりだとか、はい、ここをこうタンスみたいに引き出しつけたりだとか。あ、そうですね、はい、でそれをつけていただくとゴルフバッグが割とゲレンデ問題だということで、こう どうやって詰めばいいのみたいな。うん、そうですね。で割と仕切りなんかがこう社外品でいろいろ出てるんで、そうするとここが有効活用できたりだと、はい、あと最近だとなんかフルフラットになるやつもあるんですよね。あ、そうなんですか。らしいんですよ。そうするといろいろ荷物も積めるということで、そういったものも各種ボンド東京取り扱ってますんでご相談ください。行きましょう。参りましょう、はい。じゃあちょっと今回出発前に告知をぶっ込んでいいですか。はい。5月1日にサーキットイベント、はい、あるということで、はい、ぜひぜひ。池田君主催？私じゃないですけどね、まあ、ちょっと詳細はまたお伝えしたいと思うんですけど、はい、ちょっと今までやったことない企画だと思うので、それもまたその様子もそうですね、はい、アップされると思うので、はい、楽しみにしてください、はい。そしてあの前回の体感の時にいろいろコメントいただきましたけども、今回も後ろにあのあれですか、ボンド東京に現れる妖精かなんかですか、はい、妖精が、ニュースタッフの妖精が、はい、乗ってますけれども、はい、コメントいただけると喜びます、はい、行きましょう。ボンド東京に来ると会えるかもしれない妖精ということで、はいはい、お茶を出していただけます、はい、なく行きましょう、はい。この間ね、あの本当にね OPF 付きのやつを久しぶりに乗せてもらって、うん、この音の違いにびっくりしました。あ、で多分単体で聞けば全然あの現行の G6 さんも迫力サウンドだなって感じですけど、割と乗り比べるとあれ結構音ちっちゃくなってるっていう、分かるかもしれないですよね。まあそうっすよね。だってそのフィルターが余計に1個ついてたら、うん、当然音もちっちゃくなるわけで、まあもう致し方ないですけどね、はい、もう今の時代ということで、今回はちょっと試乗というよりかも本当にあの雑談メインになりますけども、ちょっと一周回っていきたいと思います、はい。まあ試乗は今までも散々ご紹介してるので、ね、ありがたいことに乗せていただく機会も非常に多いので、はい、行きましょう。でゲレンデいいと思うのは意外に小さい、うんうん、慣れるとすごい乗りやすいんですよね。だと四角いからこうなんて車幅感覚とか、うん、車体感覚がつかみやすいってことで、はい、割とこう都内なんかだと女性の方が乗ってるケースなんかも、あ、多いですね、多いということで、いや乗りやすいなゲレンデ。そしてじゃあゲレンデ購入されている方、割と大きいポイントとしてはこれ故障とかメンテナンス、はい、維持費どうなのっていうところなんですけどまあ当然新車の保証が切れてると、はい、2018年式、まあ、2013年なんで、うん、5年で切れるわけなんですけど、はい、どうですか。あんまり故障は効かない、うん、そんなに効かないです。まあ僕のお客さんも一回あったんですけど、こう後からテレビキャンセラー追加したりとか、まあ、ちょっとその中でのちょっとした本当に本当ちょっとしたトラブルとかはあったりしますけども、車自体の大きいトラブルってあんま聞かないですね。確かにこれだけ経つのにここ結構ウィークポイントなんだよねっていうのは、うん、あんまり聞かないですよね。聞かないですね。これ結構ここ同じとこ壊れるんですよっていうのもない、
まあ、それは割とこう他にも使われてるこのエンジンだったりメカニズムが、まあ、メルセデス他にも使われてるっていうのは結構でかいのかなっていう、はい、特段こうめちゃくちゃ新しいことはやってない、うん、そうですね。だからその辺安定してるかなと、はい、ただやっぱりタイヤに関しては、まあ、年数当然新車装着のものが恐竜だと装着されてるわけで、これも新車装着の、これダンロップでしたっけ、グッドイヤー、あ、グッドイヤーですね、はい、はい、でタイヤも結構最近だとスコーピオン、そうですね、ピレリーが履いてる個体なんかもあるということ で、はい、でもちろん5年経過してるんで少しコンパウンドは硬くなってるかなと、うん、ただあんまりこうひび割れたりとかオゾンクラックとかもあんまり見ないんで、はい、まあ、気にされる方は、まあ、交換なんかも、まあ、でもあれですよね、やっぱこの G63 の、 あのライドコントロールサスペンションがいい感じになしてくれて、ああ確かに、はい、標準ですからね、うん、で400だとオプション、オプションで今度そうですね、ダンピングコントロールサスペンションですね、はい、そしてもう一ついいですか、ぶっこんで、はい、右ハンドル左ハンドルどっち買うの問題、はいはいはい、これも結構悩まれてる方多いんじゃないかなと、そうですね、はい、いや昔それこそ、はい、まあ、ゲレンデに限らず輸入車ってこう左ハンドル、ドイツ車とか特に左ハンドルの方がいいっていう、まあ、値段も高かったりってあったと思うんですけども、今もう、まあ、変な話、フェラーリ、ランボルギーニでも右左のハンドルでそんなに価格にも差が出てないですし、まあ、どっち選んでいただいても僕は全然いいと思います。なんか400は逆に右の方が人気があるとか、400は右の方が人気ですね。なるほど。で若干そのあたり値段も差が出てる気がします。400は、はい、まあ、これはただグレードの違いで、あのやっぱまあ、客層、価格が似ているので客層ってあれではないと思うんですけども、まあ、そのゲレンデに来る入り方、今まで例えば G63 乗っててまた G63 に乗り換えとか、あの他メーカーの例えばハイパフォーマンスな SUV 乗ってる方が G63 乗るとか、そういう方はやっぱこう左ハンドルっていう結構ご要望が多かったりするんですけども、400って意外とそうじゃない方も多かったりする。私の知ってるところでも本当国産車アルファードとかから乗り換えとか、あ、なるほど、はい、いらっしゃったりもするので、じゃあ右の方がやっぱり入りやすいかな、入りやすいっていうのもあると思いますね。だ言っても右の方が便利ですからね、うん、まあ、そうです。63も現にやっぱ右ハンドルかなり増えてるので、まあ、都内なんかだとこの駐車場チケット取ったりだとか、うん、まあ、とかっていうのは、まあ、大体両方備えてる機会が多いと思うんで、はい、まあ、そんなに不便はしないと思いますけど、まあ、それでもやっぱり右の方が圧倒的に使いやすいかなっていう、うん、まあ、言っても左側通行なんで、そうですね。でペダルレイアウトとかも全然こう右ハンドルも違和感なく乗れるので、あ、それはね大きいかもしれない、はい、昔のあの欧州車とか輸入車と違って、うん、右左の差があんまりない、うん、ないですね。言ったらね本当にね、独り言になっちゃうけど、あの SL もあれじゃなくてあの 300SL オマージュみたいなシルエットで出すとか、うん、フューチャーデザインみたいな。だって言ったらこれ外装は昔のまんまで中だけこう最新になってて、はい、そうですね、うん、だってこれだからね、まあ、これも次どうなるかですからね。確かに言われてますからね、はい、いやでもこれデカモニターになったらやだな、ちょっとここ、ここがこう、そうこうなって、でこの辺が多分タッチになるんですよね全部、うん、結構こうこれついて、はい、でもここら辺がなくなるって考えたら全然あり得る話ですよね。確かに確かに。だって物理キーの良さを最近また再確認してしまいました。そうですね、まあ、よく動画でも言いますけど、うん、まあ、慣れかもしれないですけど、あともう一個思うのは最近このメーターフードもなくなってるんですよ。ああ、メーターフードないですよね。新しいカイエン出たじゃないですか、はい、あれもメーターフードなくなりましたよね。ポルシーそうですね、タイカーもそうでしたもんね。そう、あそこはちょっとまだ受け入れられないです正直なところ。というわけでこれ次もいろいろ話が出てますからね今。はい、もう去年の末ぐらいからね、言われてますからね。マイルドハイブリッドになるんじゃないかとか、はいはい、そうするとだいぶ変わってくるかなと、うん、はい、まあ、なんで今市場にすごい台数あるので、やっぱもうこの本当に数ヶ月すごいゲレンデってやっぱ価格が動いたね。価格動いて、まあ、正直な話こう販売店側からすごい怖かったんですよね。やっぱりどうなるのどうなるの、特に在庫でもやっぱ何台も持ってるじゃないですか、はい、多かったですけども、今ちょっとずつ落ち着いてきてるのかなっていう感じもありつつ、ただまだどうなるかわからない。まあ、今の仕様末期っていうのもあるかもしれないっていう。うん、そうですね。でも逆を言うと本当に極端にやっぱちょっと相場が下落しちゃったのもあったので、今は結構買い時かなっていうのはありますね。うん、
なんでこれも本当に仕入れして、同時期に先ほどちょっと後ろにいたストロンガーザンタイムとか仕入れたりしてますので、やっぱ買い時な部分もあります。じゃあ早速お約束ですか。はい、スポーツプラスにしておきます。いや音やっぱり全然違うよ。違いますね。違う、いいわ。個人的にはあの400と価格かぶってるんで63いきたいです。まあそうですね、はい、私が検討するんであれば、うん、まあ、このポテンシャルがいらないよって方はもう全然400でいいと思うんですけど、普段使いも、まあ、あと燃費も違いますし、はい、あと音をこれが僕はいいと思ってますけど、うん、あの人によってはちょっとうるさすぎ て特にコールドスタート の爆音とかはそうですね、ちょっとっていう方も多分おそらく少なくないんじゃないかなっていう、うん、はい、確かに残念ながら今日はあの後ろの妖精が、はい、リアクション取れるような道の好き具合じゃないんですけど、結構ちょっと混んでます。あれこんな硬いんだっけスポーツプラスって足。硬いですね、確かに、ね、急にタイヤかな。タイヤももちろんあると思いますね。でも扁平あるんで、ああ22だからか、はい、なんでまあまあまあそうですね。ああ結構硬いですね。でも結構減衰というかダンパーで変わりますね、うん、だからローダウンするとやっぱまあそれなりっていうのが分かりますよね。まあ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 、まあ、今回はノーマルってことなんですけど、うん、だから結構そのタイヤの状態あとはインチ、うん、でも結構違ってくるから。そうですね、はい、ゲレンデのローダウンってかっこいいですよね。かっこいい。乗り心地は多少ちょっと犠牲になっちゃう部分もありますけど、はい、いいですか。はい、はいえはいえ、もうニコニコしちゃうよね。土屋さんでもごめんなさい、体感の後なんで。そうね。でも2トン、2.5 以上あるんですよね確か。そうだよね、車重が。それでこの加速感はやっぱすごいと思います。いいな。いやいい車だよ G6 さん。いい車ですよね。いい車。この音がもういかにもこうギレンデっていう感じですよね。そして次の変化が大きそうなんで、うん、これって結構評価されるんじゃないかなって個人的に思います。うん、で特に最近マイチェンだったり、まあ、フルモデルもそうですけど、新しいものが、まあ、確実に良くはなってるんですけど、はい、個人的にはいいアップデートとは限らない。うん、ちょっと音が小さくなったりとか、はい、クランキングがなくなったりとか、うん、迫力がなくなったり、特に次の C6 さんとかいろいろ言われてますからね。一気に音気筒なくなるっていう、新しい時代になっちゃいますね本当に。プラグインハイブリッドが主流で、うん、まあ、それにこう追いつくというか、まあ、今以上に加速する形で電気 EV がどんどん出てくる時代になりますよね。うわいいわ、これだから今買うのは本当にいいかもしれないですよね。仕様とか本当にどういう仕様がいいとか、もしお困りがあればもうボンドグループはもうゲレンデ入庫率めっちゃ高いので、うん、ぜひご相談いただければ。そして取扱い台数も自分たちで言うのもなんですけれども、うん、相当台数さらしていただいてるんで、はい、いやこのオプションがとかこの色がとか、うん、いやこれちょっと入れて変ですよとか。そうなんですよね。逆にあこれないけど別にアフターパーツでこれどうにでもなりますよみたいな、はいはい、できますからね。いや内装いいねこのツートン。いいっすよね。いや運転席ってあんまりこの下見えないけどさ、はい、助手席いいね。いいんですよ、ダッシュの下まで。おしゃれ。あ意外といけちゃう。そう、その角のさウインカーで割と見やすいす、ね、ということで。じゃあ後半はレース経験ありの池田ドライバーで、はい、ぶっちゃけトークしてもらっていいですか。ぶっちゃけトーク、はい、ぶっちゃけトークですか。350は350はでも車としては全然いいと思います。ただまあ価格帯がもう価格帯で結構安くなってるので、本当にこう豪華装備をそこまで求めないというか、単純にゲレンデ欲しいっていう方にはもう全然持ってこいだと思います。言ったら初期型のディーゼルモデルが350っていう認識 で、はい、でそれに400にバトンタッチしたということで、はい、だ逆にその価格を抑えたいっていうんであれば350は逆に狙い目かな、はい、ただ当然そのいろいろ自由度が効く前の答えなんで、うん、そうですね、まあ、よく選ばないと割とこう装備が絞られてる答えだったりだとかもあると、
ガソリンモデルはそれでいうと550っていうのがあるので、うんうんうん、まあ、550も流通台数実はそんな多くないので探すのちょっと大変だと思うんですけど、まあ、63に比べれば少しお安く、うん、なるほど。で400とかはやっぱりもう正直オプション装備がすごく重要になってくるので、そこら辺はやっぱり考えていかないとかなっていう感じです。ただやっぱマヌファクトゥアエディション、400でよく見るツートンボディカラー、うんうんうん、フェンダーとか黒いやつなんですけど、あのあたりはやっぱ人気なので、仕様によってはまだ値段も高いですし、個体数もそんなに多くない、まあ、あれ期間限定販売だったんで、ただやっぱり、うん、やっぱ人気ですよね。本当によくお問い合わせまだいただきます。400のマヌファクトゥアエディションは、まあ、黒、ツートンのボディカラーが結構こうなんていうんですか、イメージを強いと思うんですけど、うん、なんで結構こう黒のボディカラーってなっちゃうともう結局一色なんですよ、うん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 、黒になっちゃうんで、黒とかは、まあ、人気がないって言ったらあれですけども割と出てくる、うんうん、ただ、プロフェッショナルブルーっていう、うん、いわゆるチャイナブルーみたいな水色、はい、あれと黒 の、 その、まあ、アルファクトエディションとか、やっぱちょっと変わった、そうですね、変わった色のやつとかの組み合わせっていうのは人気、うん、かつ内装がプラチナホワイト、あ、うんうん、まあすごく人気ですね。あ、そうなんだ、はい。まあ、外装のツートンに関しては後からやろうと思ってできなくはないんだよね、うん、特にゲレンデの場合バンパーとフェンダーと単品でパーツを塗装すれば、まあ、できなくはない、はい、ルーフとなると結構こうボディを塗ることになるんで、ちょっとハードル高いかなと。でもちろん費用もかかっちゃうんで、まあ、着やすくはできないですけど、まあ、乗ってもらって、まあ、イメチェンとか、うん、まあ、あとはどうしても個体が見つからないとかっていうんであれば、そうですね、割と選択肢としてはなくはないのかなと、はいはい、適正価格っていうのはね今本当重要だと思う、うん、そこら辺はやっぱご相談いただいて、もう逆にボンド東京でも結構もう毎日のようにチェックして気にして車仕入れてるので、そこはご相談いただければなと思います。特に去年のその高い時から変わってない個体も、そうですね、中古車市場まだ出回ってるということで、あとはもうねやっぱ当年物の新車にほぼ近い、もう本当にすぐの新古車、この辺りはやっぱそれなりの価格するのでちょっとこう怖いというか、うん、いう部分もあるので、そこは慎重にやっぱりお選びいただくのがいいのかなっていう。もちろんその新しくて距離がすごく少ない個体が悪いわけじゃなくてやっぱいいんですけども、それがまあ適正かどうか、適正価格かどうかっていうところが、まあ、大事になってくるのかなと思いますね。まあしつこいようですけども、今日の時点でのお話なんで、そうです、今後はちょっと分からないです、はい、もう本当に毎日チェックしてるんですけど、まだマイナーチェンジ控えているので、うん、そのあたりでもやっぱ変動出ると思いますし、確かにマイチェン入ったら結構価格大きそうですね、うん、大きいと思いますね。でましては今新車が注文できないということで、例えば某国産車みたいに新車がこれからどんどん届くってかっていうんであれば、うん、まあ多少こう落ち着いてくるのかなっていう傾向ありますけども、はい、言ったらもう買えない車に今の現状としてはなってるんで、うん、そうですね、まあ、確かにマイチェンしたら結構その後の評価でも変わってくるかなと。もうすんごいこうドストレートで言っちゃうと、やっぱりもうこれだけゲレンデが中古車にわーってカーセンサーとか見てもいっぱいある中で、売れない個体ってやっぱ売れないんですよ。あ、もうやっぱそれは本当オプションの装備とか、もちろん外装状態とかあると思うんですけども、うん、年式と距離とやっぱ装備と設定してる価格でもうはっきり出ちゃうので、うん、結構台数多い分その辺の選び方は重要になってくるかなと思います。でもチェックしてる方だと、あれこれずっと出てるよねってわかるけど、うん、じゃあこれから探そうって言った時にそれがずっと出てる個体なのか、ね、最近追加されたのかっていうのは、う、まあ、いまいちわかりづらい、うん、だからそれが本当に適正価格なのかどうかっていうのもわかりづらい、はい、だまあ今日ちょっとお話しさせてもらった内容で、そうですね、まあ距離と年式と、はい、人気ボディカラー、あとはまあマストな装備と、はい、はい、結構じゃ見るところありますね。ありますね。チェックするべきところ、本当にチェックするところは多いと思いますね。行きますか。行ってみましょうか。まあでもやっぱこの辺、はい、直進安定性はやっぱりゲレンデですね。いい映画撮れました。あ、本当ですか。ちょっと人気が出るようにしようかなって。はい、まあちょっとさっき本当に試乗前に告知させてもらったんですけど、5月1日の件、はい、
あのサーキットイベント、ちょっとボンドとして、ちょっとうち主催ってわけじゃないんですけど、初めてちょっとやるので、その動画の様子なんかも上がった時見てもらいたいんですけど、結構いろんな方いらっしゃるじゃないですか、うん、やっぱり法人でとか焼却で買われる方もいれば、コレクションとして持ってる方もいれば、逆にやっぱもうバンバン走りたいよって方もいらっしゃると思うんですけど、その後者の方の、やっぱせっかくこういう車乗ってるから走りたいよね、でも行動じゃポテンシャル出しきれない、でもサーキット行ったことないっていう方に、ボンドとして何かちょっとできないかなっていうのもちょっと思ってるので、まあもしちょっと怖いけど走ってみたいなっていう方がいれば、そういった方向けに今後何か企画ができればなとは思うので、確かにちょっと頑張ってそこはツッチーと協力してやりたいですね、はい、やっていきたいと思います、はい、確かに今だとその一般のその街乗りとサーキットのこの差が激しすぎて中間がない、多分敷居が結構高いと思います、うん、サーキットって。なので、まあ、やっぱこう安全にちゃんと合法で安全にできる施設で、少しちょっとその、まあ、限界域までいかないですけども、うん、まあ、ポテンシャルをちょっと試してみる場所だったり、そういう機会を作れたら面白いかなと思う、まあ、イベントってでも走れるイベントってあんまりないですからね。ないですね。で走れるっていうと、じゃあ今度じゃあヘルメットかぶってサーキット走りましょうってなっちゃうんで、うん、まあ、その辺がライトに、はい、気にせずちょっと参加できるイベントなんかがあればいいかなっていうのは僕もちょっと思っております、はい、そのきっかけの第一弾としてちょっと、そうですね、はい、交互期待ということで、はい、そして当然今回のはシートも全部マッサージもいいよね、いいですよね。え、じゃあこれさ、オプションついてないとここもないってこと？マッサージとかないはずです。はあ、そっか、はい、やっぱこれが一番贅沢仕様なんで。いいね。じゃあこの辺はもう探してる方にはマストなんで、はい、ゲレンデはコンフォートでなります。そしてみんな大好きアンビエント、失礼しました、私大好きアンビエント、はい、64色、はいはい、あれ、これもゲレンデは64色がしかないよね。はい、64、はい、これもメルセデスも他の車種だとなんか色が少ないものとか、うん、年式によってありましたけど、ゲレンデはもう全部どの年式選んでもこの64色のアンビエント、まあ、これで車選ぶっていう人もいないと思いますけど、うん、まあ、この辺の中のインターフェース系も、まあ、基本的にあんまり差がないんで。でもゲレンデもこのアンビエント入ってから結構人気なのもあるんじゃないですか。あ、この方から、うん、まあ、要は W463A のこの方から入ってる方とかはやっぱこういうところも結構、確かに確かに、はい、色気はこの年式というかこの方から追加されましたから、うん、そうですね。で光足りない人はまあアフターパーツでここ言い方が良くない、はい、光足りない人はここ光らしたりとか、いますね、ここ 光らしたりとかもできちゃうと、うん、だそういう人気車種ってアフターパーツが豊富なのもいいかなっていう、うん、いいポイントですよね。だいたいこう人気の車種でまあ台数も多いと、あれこうならないかなっていうものがだいたいある。だからそれこそハンドアにならないものってないかな、あるんです。そうですね、はい、乗り降りしにくいのをちょっとなんとかならないかあるんです、まあ、みんな思うとこがだから一緒なんでしょうね、はい、そうですよね。だからそれもう海外でも同じことが言えてて、はい、それは誰かしら作るよねっていうところですよね。で海外でも結構電動サイト今マストみたいで、あ、はい、いろいろ出てるみたいです。これは高いですね。僕も身長低い方なんでちょっとやっぱ乗り降りは高いなと思いますもんね。あとは僕個人的にお勧めしたいのはリアの90度開くキット。ああ、そうですね、はい、隠れた人気商品、はい、っていうと結局人気ないんじゃないかって言われるケースが多いですけど結構知らない方が多い、うん、うん、で結構マンソリーとかブラバスのコンプリートカーなんかついてたりするんですよね。ああ、そう、ヒンジ変えるだけでこうもうちょっと開くってことで鉱石の乗り降りが圧倒的にしやすくなる。ああ、その辺なんかも多分ちっちゃいですもんね、ドアが。そうなんですよ、鉱石あんまりこう角度開かないん で、うん、でそれが少し開いてあげるだけで鉱石の乗り降りもしやすくなるんで、まあ、非常に僕個人としてはおすすめでございます、うん、はい、ということで今回は試乗レビューというよりほとんど雑談でお届けしましたけど、はい、まあまあタイミング的にも本当にちょっと一回お話ししたい時期でもありましたよね、はい、ではぜひぜひ、まあ、この車に限らず、うん、まあ、ご相談いただけると、はい、はい、
いろんなことがご提案できるみたいなと思いますので、はい、ぜひぜひお問い合わせください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、結論いいですか、はい、これを買うっていうまあこれでも使用絶対いいと思いますけど、ね、そうですよね。もう私も結構ドストライクに来てて、入庫してすぐブログでも紹介したんですけど、はい、やっぱこういう内容が充実した個体で、まあまあその年式は幅広くあると思うんですけど、価格帯もそのまあ内容と あと価格も今ずっと去年の冬から結構変動もあるので、適正価格かどうかっていう、まあ見極めとかいただきながらご相談いただければいいのかなと思います。そこ重要ですよね、はい、で特に本当にここ最近価格のこう変更、はい、変動が大きかったんで、割とその去年から引き継いでこう高いまんまの車も結構こう市場に流通しているということで、はい、本当にそれが適正価格なのかどうなのか、うん、今の相場に合ってるのかどうなのかっていうのは今日ご紹介させていただいた内容で、うん、まあ、年式だったり装備なんかで比べていただけるといいものが見つかるんじゃないかなと、はい、で繰り返しになりますけども、おすすめはこれですということで、これはもうおすすめです、はいはい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS、 そしてこちらの車両詳細に関しては動画の概要欄からご確認ください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。